このように化成肥料888がの液肥の原液が出来上がりました。そして使い方はこのように、これは白ネギですが、このように使用いたします。これは化成肥料888の、液肥の原液です。このように使用いたします。そしてもし出なくなったら、この蓋を一度外して、そしてこのように飛び出してからもう一度このようにします。細かい化成肥料の粉が目詰まりする場合があります。目安はこのスプレーの中の管に水が入っているかどうかの確認です。そしてこのように使用いたします。今から化成肥料の原液、液肥の原液を作ります。使用道具および材料は化成肥料888、このように流状になっております。そして鍋を用意いたします。そしてコンロを用意いたします。そしてここに計量カップ、そしてここに定規、そして化成肥料を通す待そして化成肥料の原液を入れるペットボトル、そしてここに このようにスプレー容器、そして計量カップを用意いたします。化成肥料888をこの容器、このように計量カップに50g 入れます。そしてこのように鍋に水を入れ、コンロにセットします。
このように化成肥料888を計量カップに 50g 入れます。そして鍋に水を入れ、そして50g の化成肥料888を入れます。化成肥料888の原液が出来上がりました。そしてこれを容器に移したいと思います。このように沸騰し冷ました原液を上をそしてこれは透水用マットです。このようになります。このように化成肥料888の原液ができました。
これを。このスプレー容器の中に入れます。これで化成肥料888の原液が出来上がりました。これで化成肥料888の原液が出来上がりました。